りあえず例の機械は無事のようですね。それにしてもこの程度の奴らを倒せないのに同行するとは。ブルマというやつはよほどの死にたがりだな。死にたがりだろうと構いませんよ、役に立ちさえすればね。何か考えがあるようだな。当然です。ただ機械が操作できるだけの命知らずであればわざわざ助けません。おそらくブルマという人物は機械技術で孫悟空たちをサポートしているのでしょう。なるほど。で、貴様はその腕を狙っているということか。フリーダ軍を再興するためにも腕のいい技師は必要ですからね。さて、スカウトの前にこのゴミどもを掃除しましょうか。どうなることかと思って、フリーザ、セル、ちょっと孫君、説明しなさいよ。オラも難しいことはよく分かってねえんだけどよ。今はフリーザが悪いやつじゃねえみてえなんだ。よく見てみなさいよ、あの性格の悪さがにじみ出た顔。あれが改心しているやつの顔のわけないじゃない。意味わかんないこと言ってないで、こいつらどうにかしなさいよ。あのブルマさん、ちょっとこれには事情がありまして。ごたくはいい、さっさと例の機械とやらを作動しろ。私たちは何度も同じ説明をするほど暇じゃないんですよ。そうせかすなって、こっちにもいろいろあんだからさ。事情は分かったわ、けど本当にそんなことが。
そういうわけだからさ、こいつらにあの機械使ってやってくれよ。そんで21号をみんなでやっつけんだ。ソン君、本気なの？ああ。でも。女、早くしろ。ヒーンだ。そういう脅しには慣れっこなんだから。なに？私が死んじゃったら、誰が波動を中和するのよ。その機械でできた精神といつまでも一緒にいたいって言うなら別だけど、それでもいいの？ブルマさん、すげえたくましくなってないか？そっか、昔からあだったぞ。装置を使う代わりに私たちに協力するか、一生そのままでいるか、さあ、どうするのよ。仕方ありませんね。その提案、受け入れましょう。フリーザ様！今は、本来の力を取り戻し、21号を倒すことが先決です。そのために、全ての邪魔者を排除し、自由に戦えるようにならなければ。そうでしょう。わかりました。すべてはフリーザ様の望み通り。いい？約束だからね。それじゃあ早速起動するわよ。えい！特に変化はないようですが。いや、どうやら効果はあるようだ。消えた。あの妙な気配が消えてる。おそらくその気配は私たちを乗っ取ろうとした精神のものだろう。だが、そいつももういない。私の中にいるあなただけ未だに居座っているということですか。最後の最後まで手間をかけさせますね。あの不快な精神をようやく追い出せた。一応礼を言ってやろう。では、感謝の気持ちを込めて、苦しまないよう決してやる。あら、片手を挙げてどうしたの？何にも起こらないじゃない。バカな。全く力が出てこねえ。先ほどの説明と随分話が違うようですが。え？あの機械使うと叩けるようになんだろう？ほら、なんか間違ったこと言ったか？あれほど説明したのに肝心なことを理解できてなかったのね。なるほど。つまり我々は嘘で利用されたということですか？嘘は言ってないわよ。自由に体は動かせるじゃない。まあ、まともに戦えるほどの力は出せないと思うけど。どういうことか説明なさい。この装置では波動を抑えるのがせいぜいなの。
だから自由に動くことはできても普段通り戦うのは無理ってわけ。そういやそんなこと言ってたっけ。わりわり話が難しくてさ。てめえらふざけた真似を。ああそれと定期的に中和装置を使わないとまた元に戻っちゃうから。言葉一つ満足に言えない元の状態にね。つまり今後我々にはこの装置と貴様が必要ということか。この私を脅そうとは見上げた度胸の持ち主だ。ふふん、なんとでも言えばいいわ。というわけで私たちに協力してくれるわよね。ふん、そう簡単に私がうなずくとでも。ちょっと何よそれ。あんたたちもうリンクしてないんでしょ。私の装置がなかったらどうなるか。残念ながら私はリンクが解除されていないのですよ。あなたがいなくても痛くも痒くもありません。え、本当に。あなた方には私を騙した罰を受けていただかなくてはね。そんなこと言わずに私たちと協力しましょう。あなた一度ならず二度まで私の邪魔をするつもりですか。いい加減にしないと今度こそあなたを消しますよ。これってひょっとしてまたフリーザの中にいるやつが悪さ止めてくれてんか。本当にあなたという人はこうも思い通りに動かないとは。いいでしょう、この私にここまで反抗したのです。全てが片付く頃までにそれ相応の覚悟をしておきなさい。まったくただ虫けらの分際でこうなってしまっては仕方がありませんね。私にリンクしているあなた21号を必ず倒すのですよ。わかりましたね。たとえ孫悟空たちの力を使っても。まだ終わってねえ。
っ！